ちゃんのパンツでしょー。なあ大ちゃん、あたいのパンツ消えてんか。何やってんだてめえ。はっきるのちゃん。は、あたいのパンツで何してんの。食事。汚らしいアホが。もうそういうことはやめろって言ったじゃねえか。死ねってこと。自分よくそびっち。そびっち。もうあたいは許さないからな。やばい逃げなきゃ。待ちやがれ。というわけでトムとジェリーチェイスチェイスを実況していくよ。というわけでのつながり入院してる。私がさせた。やっぱお前か。ちなみにこれはどういうゲームなんだ。トムから逃げながらチーズを運ぶゲームだよ。なるほどね。要するにほんわかスローライフゲーム。トムとジェリーでそれはありえねえだろ。それじゃあプレイはキルノちゃんにお願いするよ。おう任せとけ。9年はこのゲームやってるから。リリースしてからそんな経ってねえよ。ちなみにこいつが使っていくキャラだな。コケみたいな色してるね。鏡見ろ。お前もコケみたいな色してるぞ。それじゃあゲームスタートだよ。最初は何すればいいんだ。9年もやってんならわかるだろ。あれボケただけだから。最初はチーズの位置をロボットネズミで偵察だよ。これがロボットネズミか。それじゃあ行ってくるよ。行って帰ってきてね。戦争に行くわけじゃねえよ。トムとジェリーはいつも戦争してるけどね。いや、あれは戦争の域超えてるだろ。まああの猫とネズミは知能高いからね。キルノちゃんと比べ物にならないくらいは。あたいネズミより知能低いの。だってジェリーは数学できるけど、キルノちゃんは算数すらできないじゃん。完全敗北。あ、チーズ見っけ。その調子で他のチーズも見つけていくといいね。ちなみにチーズは全部で4つあるよ。一人で10個見つければいいか。スマブラのマルスやん。チーズを見つけるメリットとしては、左上のマップにチーズの位置が表示されるから、行動ターンにチーズが運びやすくなるんだ。さっきからちょんちょんうるさいんですが。すまんすまん、早く移動したくてさ。油断してたらやられた。9年もやってるのに。だからそれネタだって。てか結局見つかったチーズは1個か。でも勝てる可能性は12分あるから。それもそうだな。じゃあさっき見つけたチーズ運びに行くか。5個。ちなみにチーズは全部で4つあるよ。ちなみにチーズは全部で4つあるよ。ちなみにチーズは全部で4つあるよ。5つじゃねえか。お前嘘ついたな。やだな、ちょっとした親父ギャグだよ。親父ギャグで1回ググレかす。 Google 幻想入りしてないよ。 Twitter はしてるけどな。あ、お仲間さんがチーズを運んでくれたみたいだね。運んだチーズは巣穴に入れればミッションクリア。これを繰り返すわけだな。そういうこと。なんか可愛いな。それな。おっしゃ、レベルアップだ。やっべ、プードルズいるじゃん。ここは逃げを優先した方がいいね。いや、ここは仲間を助けに行った方がいいな。仲間を見捨てないキルノちゃんかっこいい。まあ、タイは最強だからな。それくらいのことやってのけて当然だ。私がパンツ盗む理由もわかるでしょ。それだけはわからねえよ。やっべ、さっきの仲間さん捕まったわ。ロケットで飛ばされる前に早く助けなきゃ。しかして気が来てるんだよな。やっべ、外しちまった。ここは一回立て直そう。了解。あ、救助したらしいよ。それじゃあタイはチーズ運ぶよ。チーズ持ってる間は移動速度落ちるから気をつけてね。オッケー。やべ、ロックオンされた。攻撃が当たらないようにジャンプを駆使した方がいいね。うまく負けたっぽい。それじゃあ地下室にワープするぜ。あ、もうチーズ入れてるらしいね。マップをちゃんと見ておくべきだったな。そういえばトムとジェリーって都市伝説あるよね。トムとジェリー最終回だっけか。トムとジェリー見て育ってきた私から言わせてもらうとね、そんなもの存在しません。え、そうなの？未だにアニメとか映画とか作られてるのに、最終回があるわけないでしょ。あくまでも個人の感想です。チーズはやっと半分だな。制限時間もまだまだ余裕だね。このまま勝っちゃうんじゃない？え、なんでドア閉めたの？ミスです。ダッサ。さっきかっこいいとか言ってたのに、急にダサいと言われてショックなんだが。あ、でもよく見たらチーズあと1個だな。隣の部屋でもうチーズ入れてるね。もうクリアじゃね？そうだね。これで私たちの勝ちだよ。やったー。初クリアだー。わーい。え？まだ続いてるんだけど。あ、ごめん、脱出もしないとクリアじゃなかった。は？あなたを詐欺罪で訴えます。理由はもちろんお分かりですね。あなたが私を、ふざけてる場合じゃないよ。脱出に備えなきゃ。え、逃げるだけじゃないの？マップのどこかに壁のひびが出現するから、それを壊さなくちゃいけないの。あー、なるほどね。やっべ、敵がこっちに来たな。倒されないように気をつけて。最強のあたいがやられるわけないだろ。今結構危なかったよ。サーセンボールだ、ラッキー。お前はこれで死ね。被弾してんじゃねえか。やばいやばいやばい、あと一撃で死ぬ。最強カッコ荒い。うるせえクソビッチ。回復アイテムもないじゃないか。とりあえず武器を持とう。くらえ。パーフェクトフリー。やっべ、ミスった。何をしてんの？普通に妨害行為じゃん。マジでごめんなさい。しかもなんかダウンしてるし。うわあ、捕まった。ここに来て原作再現しないでよ。してねえよ。もがくで3連打で。でも相手がキルノちゃんに気を取られてる間に仲間の人たちが壁壊してくれてるね。お、それはナイスすぎる。過半数がゴールすれば勝ちだからね。あれ、なんか脱出できそうなんだけど。まさかそんなわけでした。嘘だろ、捕まえてるのに何もしないってことある。ロケットに縛り付けてる間に壁壊されるリスク考えたんだろ。キルノちゃんのくせにちゃんと考えてるんだね。キルノが考えて何が悪い。ちょうどいいところに回復アイテムがあったな。これでうまく立て直せるといいね。よく見たらもうすぐ壊せるね。やったぜ。でもここで一番怖いのは、固まりすぎて一気に倒されることだね。それだけは避けたいところ。しかし、壁のゲージはあとミリだ。それならこのボールで、もう一発。おっしゃ、ゴールだ。お、最
さすがだよ。値にかかれば余裕だったね。あ、うん。その反応やめて。いやだって普通に下手くそだったし。あん。じゃあお前がやれよ。別にいいよ。私なら左乳首で操作してもクリアできるし。具体的すぎるし。たとえっしょ。さっきの試合は悪魔ジェリーのスキルを全く活かせなかったから、次は活かしていきたいね。おいなんでスマホ手で持ってんだよ。だって手で持たないと操作できないじゃん。左乳首で操作するんだろ。そういえばそうだった。まあ私なら余裕だけどね。さすがは大妖精。俺たちにできないことを平然とやってのける。それじゃあいつも通りレストランスタートだよ。ちなみにチーズは見つかりませんでした。何が左乳首で操作できるだよ。まあでも味方が3つ見つけてくれたよ。うちの大妖精が無能ですみません。上の方にチーズが固まってるね。罠とか仕掛けられたら嫌だな。罠なんて炒めて食えばいいだろ。なんだ、マフィアに脳みそでも売ったのか。めっちゃ高く売れたわ。じゃあその金で焼肉おごってくれ。魔剣伝説に課金したからもうないよ。それは残念。それじゃあチーズを運ぼうか。マップの上の方に移動しよう。なんかすげえ危ない部屋だな。絶対ここ高魔館じゃん。高魔館も落ちたものだな。早速敵にエンカウントしちゃった。やっぱ敵さんも上に来るよな。今度は私が狙われてる。私なんて食べても美味しくないよ。コケみたいな味しそうだよな。逆にコケ食べたことあるの。塩漬けにすると美味しいよ。覚えとくわ。仲間が1個チーズを入れてくれたね。じゃあそのチーズも入れようぜ。でも巣穴が結構遠いんだよね。ここは猫に見つからないように巣穴に向かう必要があるね。ここら辺に巣穴があるはずなんだけど。あれ？なくないか？でもマップにはあるんだよ。もしかしてこれじゃないか？そんなことある？なんで巣穴とロケットが被ってるんだ？こんなわかりづらいことは他にはないよ。それじゃあ次を当たろうぜ。ここまではまだ順調だね。残り3つのチーズも押し入れてるらしいな。下の階のチーズの押し入れ手伝おうと思ったら敵がいたよ。前回の反省全く活かせてないな。やって当たらなかった。大ちゃんこのゲームうまいね。うわ出た。逆に構成しまくって煽る技。あん、誰がドラえもんみたいな色だって。目に使ってんのか。あとドラえもんと同じ色なのは誇るべきだろ。うるさいな。コメージ小石みたいな色しやがって。バトンになってないよそれ。むしろ人気キャラと同じ扱いされて興奮したわ。どういう特殊性癖だよ。モナリザの手でボックする性癖。物を爆弾にするスタンド使ってそう。てかお前チンコないだろ。グーの根も出ないブー。グーの根出てて草。草に草を生やすな。表現の自由 .com。 黙れ、キアミ時報で対抗するぞ。やるな大妖精。だがそんなものケツを吹く神にもならねえよ。だって神じゃないからね。いやもう運んだ後だろ。これはミスだから。え、何が注意？これも操作ミス。ミスと侵入になるな。つうかそろそろ壁出てくるぞ。あ、ステルスドリンクだ。ステルスドリンクってなんだ？透明になれるドリンク。ヒントやんけ。大ファン案件ですね。果物は何のためにあるか知ってる？哲学的だな。そんな深く考えなくていいよ。答えは壁を壊すためです。このゲーム限定でな。あ、相手のスキルで壁にバリア張られてる。しかもやられそうだぞ。ここは逃げなきゃ。やられちゃった。しかももう一人の仲間も瀕死だぞ。ここは距離を取って回復を待とう。ステルス状態だから捕まることはなさそうだな。ステルスドリンクがちでチートできた。ちょうど回復があってよかった。だけど壁は全然壊れてねえ。ここで巻き返すのが真の主人公だから。東方原作でモブキャラのくせに何言ってんだ。いいだろモブキャラで。よしだいぶ削ったよ。あとはゴールまでまっしぐらだな。だから寝てる場合じゃねえよ。私のせいじゃない。今だいけ。やったゴールだよ。そして謎の中国語。やっと余裕だったね。余裕で一回ググレかす。実はこの動画で悪魔ジェリーのスキル一回も使ってなかったんだよね。それはまずいだろ。まあ勝てたから結果オーライだね。トムとジェリーチェイスチェイスはスマホの無料ゲームだから面白そうって思った人はダウンロードしてみてね。無理やりオチに持ってったな。それじゃあ次の動画で会おうね。アリーベルシ。あ、そういえば大ちゃん。どうしたの？あたいのパンツは？逃げんなー。